今日はですね、今まで昭和の漫画、ドラマ、いろいろ見てきたんですが、映画ということで、私がもう一番最初に頭に浮かんだ W の悲劇をご紹介したいと思います。こんばんは、江戸晴美です。さあ、この W の悲劇はですね、あの薬師丸ひろ子さん主演の大ヒットした映画なんですよね。皆さん、私の同世代の方、あるいは若い方、ね、ご存知ないかもしれないので、ちょっと大方なですね、あらすじをご紹介したいと思います。これは薬師丸ひろ子さん主演、そしてその他にですね、大女優役が三田佳子さん、そして、高木美帆さん、あるいはですね、中谷昇さんとか、南芳恵さんとかですね、もうたくさんの、世良公則さんとか、たくさんの俳優さん、出演されています。角川映画で大ヒットした映画なんですよね。この映画ですね、私ちょうどですね1987年というと23歳で、まあ、自分自身もですね女優を目指していたので、もうこの映画何回も見てですね自分とすごくクロスするところがあったんですね。でこの映画のあらすじなんですけども、ある大きな劇団の研究生が薬師丸ひろ子さんと高木美帆さんなんです。もうライバル同士ですね。高木美帆さんのほぼもうデビュー作と言ってもいいぐらいなんじゃないですか、ね、この劇団というのはでも独特の世界でですね、私もいたことがあるので分かるんですけども、やっぱりもう役につくってことがまずもうスタートなんですよね。役ついて、そしてその役を演じて、いろんな方に見ていただいて、そして才能を見出されて、 あの子いいんじゃないって言って、どんどん道がこうね開けていく、そしてスターになっていくっていうね、この夢を描く世界なんですよね。そこの看板女優、大女優さんが三田佳子さん演じる羽鳥翔というね大女優さんの役なんです。でその他にですね、まあ三田村邦彦さんとかね、たくさんの女優さん俳優さんが出てらっしゃるんですけども、三田佳子さんはこの映画の中でもう本当に大きな役割、看板女優、もうとにかくもう大女優ってこういう感じなのかっていうのを本当に見せてくださる映画、そしてそこに行くことをね夢見ているのが薬師丸ひろ子さんですよね。ある日ですね、この劇団で大きなこの W の悲劇という舞台をやることになりまして、このキャスティング発表があるところから芝居はですね、大体始まっていくんですね。そしてですね、もう一番、もう三田佳子さん、看板女優さんですから、その劇中劇の中でも大きな大切な役割を、果たす役割に、あ、何々役、羽鳥翔さん、どうも。ね、もう大女優の風格ですよ、どうも。ね、劇団員がみんなこうやってね、席だって、もう小さくなってこうね、固唾を飲んで、小さな役でも欲しいんですよ、みんなね。もう若い子たちが周りを囲む中ですね、大女優さんたちもパイプ椅子に座って、あるいは大きな椅子に。で、これ実はですね、あの蜷川幸雄さんも出てるんです。演出家の役でですね、出てるんですよ。つって。演出、誰々さん。はい。つって。蜷川幸雄さんも出てるんですね。蜷川さんも出てるんですね。そしてですね、いよいよですね、この劇団員の中からたった一人、この三田佳子さん演じる、この母親役の娘役をここから選ばれるという。じゃあ、何々役は、飲むんですよね。そしたらですね、高木美帆さんの名前が呼ばれるんですよ。でもね、ピクリともしないんですよ。見たい、あの薬師丸ひろ子さんの前に高木美帆さんが座ってるんですけども、その高木美帆さんの役が呼ばれても、高木美帆さんがね、役名というか、このあなただよっていうね、名指しをされても高木美帆さん全然こう反応しないんですよね。でその後ろの薬師丸ひろ子さんだけが、私じゃないんだみたいなね、あ、じゃあ誰なんだろうって言うと、高木美帆さんがスッと立って、信じられません、よろしくお願いします、あ、高木美帆さんだったんだって、すごいなってびっくりするんですよね、視聴者として。あ、そうだったんだ。この日からですね、もう熾烈な戦いというかね、始まるんですよ。まずこの舞台の初日が開くんですよね。もう皆さん大拍手ですよ。いい舞台だったんですよね。で楽屋で三田佳子さんがこう、ね、終わってからこうお化粧取ってるわけですよ。そうするといろんな方がコンコン、お疲れ様でした、お疲れね、もう見もしないです、大女優さんですから、もう鏡越しお疲れね、こういう風になりたいなと思いますよね。お疲れ様でしたじゃないんですよ、お疲れですよ。こういういい、かっこいいじゃないですかね。で薬師丸ひろ子さんもコンコンってきて、どうもお疲れ様でした、どうもお疲れね。薬師丸さんはですね、小さな役をもらったんですよ、女中の役ね。でその他に楽屋のいろんなね、こう汗かいた衣装とかをこうまとめて、それクリーニング出すみたいな楽屋当番もさせられているんで、させられているんで、こう役につくことになったんですね。で三田さんのね、三田佳子さんのこう衣装を持って、お疲れ様でしたって、ありがとうっつってね、
本当芝居の世界ってそういう感じですから、ハリアルって思って見ちゃうわけです。そうするとね、次にコンコンってくるとですね、高木美穂さんの楽屋なんですね。高木美穂さんはですね、これ大抜擢ね、同じ劇団の仲間ですよ、同期の。でもね、この大きな役に就いたからもうね、こう楽屋前、鏡前でこうメイク取ってるんですよ。で、薬師丸ひろ子さんが入ってきたらですね、ねえ今日の私見た？とか言うんですよ。もう大女優みたいになっちゃってるんですよね。たった一個役ついただけで、いやすごい役ですよ。でもそういう役なんです。薬師丸さんが悔しいじゃないですか。そしたら、あ、ごめん、ちょっと見てなかったって言うんですよ。そしたら、そうなんだ。でも私自信あるんだ。ですよね、こういう役物って必ずいるじゃないですか。やだわあの子ってね、薬師丸さんと対比の役なんですよね。クーってね、見てる人が思うような役なんですよ。何言ってんのって、薬師丸さんはけなげにですね、そしたら、ね、高木姫子さん、あねえ私のもお願いって言うんですよ。かかってる汗かいた衣装私のも持ってってって言うんですよ。もうしもべみたいな感じですよ。もうお月じゃないのにさっき言っちゃうんですよね。もうこんななっちゃって、薬師丸さんも悔しいから、でもねこう気持ちがいいんですよね、性格がいいから、なんで私が持ってくのなんて言わないんですよ。ね、何も言わずにパンって楽屋、それもドアもねパンって閉めるんじゃないんですよ、パタンって閉まるんですよ。ああ性格いいんだなってまず見てる人が思うんですよね。この意地悪な役と、そして薬師丸さんこう対比をちゃんとここで表してるんですよね。まあ、役立った演出だなと思うんですよ。で悔しいじゃないですか、同期がそういう大きな役についてね、しかも私のも持ってってなんて言われて悔しいと思いながらね、このクリーニングをいろいろこうまとめてね、舞台こう横切るんですよ。そしたらもう観客は誰もいない大きな舞台ですよ。さっきまで何百人って入っていた、ね、舞台こう通ろうとしたらスポットライトがね2つ3つついてるんですよ。誰もいない大きな劇場、すごい薬師丸さんが本当はここに立ちたかったって思うわけですよ。これからですよ、これからですけど、でも同期の高木美穂さんがもう立ってる、悔しい、私もいつかって思うんですよね。誰もいません、もうみんな帰って、ちょっとこうクリーニングを置いてですね、その役をちょっと演じてみようと思うんですよ。お母さん、私がこれ、そしたらですね、途中から三田佳子さんが通りかかるんですよ。お疲れっつって、あ、すいません、ううん、で近づいてくるんです。そしたら薬師丸さん、どうしたんだろうって思うじゃないですか。そしたら三田さんが一万円札出して、これってここにふっとね、いつもさ楽屋よくやってくれてるからありがとう、なんか食べなさいって言うんですよ。かっこいいじゃないですか、もう大女優さんなんですよ、かっこいい。でもいつもありがとうですよ。ありがとうございます。誰もいない客席を三田さんが見渡して、私もさあなたと同じよ、30年前の私なの、今のあなた、私もここでいろんな夢を見たわ、だから私今ここの舞台に立てるの、言うんですよ。薬師丸さん、はい、象徴的なシーンですよ。これが何につながっていくか、実はですねこの日ね、じゃあお疲れっつって、お疲れ様でしたって帰った後、これ劇場ね、いろんな公演回ってるんでしょうね、ホテルにお互い泊まってるんですよね。だ次のシーンがですね、ホテルの廊下ザーってまっすぐあって、その突き当たりが三田佳子さんのお部屋なんですよね。そしたら薬師丸さんがですね、たこ焼きをこうぶら下げながらね、ちょっと飲んだんでしょうね、一人で、焼け酒ですかね、悔しいじゃないですか、たこ焼きぶら下げながら帰ってきて、そして一番突き当たりが三田佳子さんの部屋ですから、じゃあどうするんだろうなと思って、このドアのノブにね、こうたこ焼きをこう引っ掛けるんですよ、あこうね折り詰め、お疲れ様でしたって、誰もいないドアに向かってちゃんと挨拶するんです。けなげだなと思うじゃないですか。で自分の部屋にね、こうカチャカチャってね、ちょっと離れた自分の部屋にこう帰ろうとしたら、急にドアが開くんですよ、三田佳子さんのドアが。三田さん、いやこう三田さんってね、三田佳子さんが三田さんっておかしいんですけど、これ薬師丸ひろ子さんの役名がですね、この映画の中の役名が三田静香っていうんですよね。だから薬師丸さんのことをね、三田さんってこれから呼んでいきます。三田さん、はい、あのたこ焼き美味しそうだったんで、よかったら召し上がってください、お疲れ様でしたつって戻ろうとするんですよ。そしたら来てって言うんですよ。え、
白のねタオル地のねあのバスローブ着てんですよ。着て、いいから着てっつってホテルの部屋に連れ込むんですよ。っつって何ですかって言ったら、ねえっつってふって見せたらね、この壁の向こう側にダブルベッドがあるんですけど、そら大人だからわかるじゃないですか、薬師丸さんも。したらふっと見たらね、上半身裸の初老のね男性、中谷昇さん演じるこれ東宝デパート大社長の役なんですよね、東堂良三っていう役なんです。はぁ、死んでるんですよ、目開いて役の言うことうっつって、もう察するじゃないですか、うっ何があったか、うっつって行って、あっつって出ようとするんですよ。三田さん、三田佳子さん待って、ね、待って、三田さん、三田さんが三田さんを三田さんってわけわからなくなっちゃうんですけど、もうお互い待ってね、そこ座ろうよって、ね、ホテルの椅子にこうってなんとか座らすんですよ。ちょっとさ話そうよね、飲んでさ話そうって言うんです。そしたら私もう死んでるのあの人言うんですよ。どういうことが起こったか分かるじゃないですかね、三田さんはバスローブ、初老の男性は上半身裸で死んで、何が起こったか大人だったら分かりますよね。したら三田さん、薬師丸ひろ子さんどうして警察に電話しないんですか、当たり前のこと言うんですよ。そりゃそうだなと思いますよね、死んでるんですから。したらちょっと待って落ち着いてってね、えこの人さ私の上で死んだの、衝撃的な一言ですよね。いや、なんとなく分かってましたけど、あ、そうなんだなってやっぱ思うわけですよ。この人さ、私が20代の時からずっと私のこといろいろ面倒見てくれて、最初はさ、私のチケット買ってくれたの、まあ、いわゆるパトロンだったんですよね、何十年もね、そういうことなんですよ。って言うんですよ、急にびっくりしてどうしたんだろうって思って、私があなただったらなーって言うんですよ、薬師丸ひろ子さん。っつって、私あなただったらよかった、研究生だったらよかったのよ、研究生だったらさ私何も失うものないじゃない、でもダメなの私大女優だからって言うんですよ、自分でっつって、ね、いやそうですけどもって思いながら、大女優だから電話できないの。薬師丸さん、何をこれから言われようとしたか、聞いたんですよ。ねえ、あのさ、あなたの上で死んだことにしてくれない？来た。ね、思うんですよ。無理ですって。ねえ、あとさ、役欲しいんでしょ？ね、悪いようにはしない。ね、衣装に着るって言うんです。すごいですよね、身代わりっつってしたら、あ、案外あっさり私にできるかしら、いや早いなって思うんですよ。したら皆さん、できるわよ、あなた女優でしょ、女優でしょって言うんです。女優女優ってそれぐらいね、魔物の職業なんですよね。自称女優さんいっぱいいますよ。女優の卵なんです、ね。でもね、作家さんとか女優さんとか歌手の方とかね、みんなに認知されないと女優って言われないんですよ。やっぱ女優、あの女優さんって言われるためには、やっぱりみんなに認知されてこそ女優なんですよね。誰あれ知らない、私女優です、いや知らないけど、そういう職業なんですよ。だから女優になるってことがどれだけ、この間の北島麻也じゃないですけど女優っていうね、だから人の身代わりになってもあなたは女優でしょって言ったら女優になっちゃうんですよ。そして次のシーンがですね、実はこれ三田佳子さんがですね、あのさ、この裸の彼をね、これから服着せてあなたの部屋に運んでさ、あなたの部屋で死んだことにしてくれないって言ってるわけですよ。ですからね、この裸になってる、ね、中谷昇さん演じるこの大きなホテルの社長さんをですね、女性2人でですよ、こんなになってる初老の男性をですよ、服着せてね、
それなくても亡くなった方っていうのは重いって言うじゃないですか。それでも汗たくなりながら多分服着せたんでしょうね。そういうシーンはないですよ、ないですけども、2人で廊下を引きずってね、まあ言っても5メートルぐらい離れてるお部屋ですけど、皆さんそっち持ってって、はい、あ、足、足、何やって、来ちゃうと見たら、先生と言いながら2人で運んだんでしょうね。ほんでね、次のシーンはね、もう椅子にね、もう中谷のぼさんがネクタイまで締めてね、ちょっと曲がってるんですけど、ネクタイまで締めて、ね、目も閉じてるんで、実はね、この前のシーンで、まあ、私の上で死んだのって言った時、私によくしてくれた時、目を閉じさせようとするんですけど、開いてんですよね。あら、さっきまで閉じてたのにって、いや、じゃあ薬師丸ひろ子さんとか言ってる時に開いたんですかね、開いたんですかね、閉じないわとか言ってた、その目がもう閉じてるんですよ。でまるで生きてるかのようにね、こう椅子に座ってるんですよ。そしたら薬師丸さんがこうホテルの自分の部屋の窓カーテンがあって、向こうには西新宿らしきもうね、もうビルのこの光ライトがダーって、でそれをカメラからこっちから撮ってますから、薬師丸さんの顔をカーテン越しに、どうやって撮ったんですかね、セットですね、これは絶対セットですね。こっちがカメラ来て、薬師丸さんで、ここに中谷さんが椅子に座って、そしたらですね、呼吸整えて1ベル2ベルってこっち向くんですよ。もうお芝居のもう気持ちにしてるんですよね。ではいっつって、で中谷さんが座ってる隣のホテルのこの備え付けの電話を取って、もしもし、もしもし、フロントです、フロント、あの来客が急に倒れて気分が悪くなったって、急いで救急車呼んでください、急いで、くちゃ、ね、そしたらもうその後もう警察は来るわないや、ね、死亡解剖のなんで死んだの、大混乱に多分なったんでしょうね。でも映画的にはもう違うシーンなんですよ。どういうシーンかっていうと、もうその劇団のね舞台なんですよ。お客さんいませんよ、劇団のね、その大きな劇場にこう観客席にね、劇場の幹部たちはですね、劇団の幹部たちがもうたくさん座ってるんですよ。男の方とか、ね、女性の方とか、どうするこのスキャンダルみたいに言ってるんですよ。さ、劇団のその幹部の人が、じゃあこの三田さんね、薬師丸ひろ子演じるこの役なくなっちゃうわけですからね、もういろいろ事情聴取とかされて、もう劇団もクビですよ。だからこの穴を開いた役をね、じゃあ第3位の誰々にしようって、そういうことでいいですねっつって、で薬師丸ひろ子さん演じるそのね劇団員も、じゃあ対談ということで、そういうことで満場一致でいいですか、ポツポツ開いたところ座ってるんですよ、こうやってね、足組んで、はあ、偉いことやってくれたなみたいな顔して、みんな、はあ、せっかく初日が開いたばっかりなのにみたいな、もうみんなね迷惑そうな顔して座ってんですよ。そしたらその中の一人にね、白髪の、ね、安江さんっていう、まあ、もう70ぐらいの校長先生の白髪のおばあさんみたいな先生ね、先生というか校長先生みたいな女優さんが、きっちりすごい南芳恵さん演じる大女優の方、全く今の若い子芝居の稽古よりもあっちの方がお盛んなんだから、独り言なんです、大きな独り言ですよね、こうぼやくんですよね。そしてみんな、本当だな、じゃあそういうことで解散しそうになったんですよ。そしたらですね、舞台、こっち舞台ですから、こっち観客席ですから、これ舞台のね袖からいきなりあの看板女優の三田佳子さんが、私は反対よ、出てくるんですよ。なぜかスポットライトが当たってです、私は反対よ、みんな、えあの看板女優、大女優さんが出てきて、私たちお客様に道徳を教えるために芝居やってるのって言うんですよ。大正論ですよね、うん、違うでしょ、私たちいいお芝居を皆さんに見ていただくためにこれまで30年頑張ってきたんじゃないのって言うんですよ。さすがだなってちょっと思うんですよね。安江さん、安江さんってのさっきのね白髪の校長先生みたいに、今の若い子あっちの方ばっかりお魚言った人です。安江さん、あなた芝居続けていくために女使ったことないんですかって言うんですよ。みんなの前で言うんですよ。安江さん、
あるんだあるんだって思うんですよね。ここできっちり校長先生見たのに若い頃はそうだったんだって思うんですよね。私はしてきたわ、すごい告白ですよね。いや、みんな分かってます。多分ね、いろんな方と劇団の中でもね、いろいろこう仲良くなってると思うんですよね。そういうもんですからね、やっぱりね。そうそう、私はしてきたわ。だってみんなをファンにしていかなきゃいけないんですから。初日の日に花束をくれた人、チケットを買ってくれた人、私を食事に連れてってくれた人、私を海外旅行に連れてっていろんなものを見せて勉強させてくれた人、私はそうやってきて今この舞台に立てるの。みんなもそうじゃない？って言うんですよ。時ね、あなたもみんなそうやって芝居作ってきたんじゃないの？この子も一緒なの。薬師丸ひろ子さん連れてくるんですよ。すいませんって、いやすいませんって、この人ですからね、実際この人の上で死んだのに、この人にもうしちゃってるって、このすごいですよね。もう憑依してますから、この子がやったのってもうなってますから、この子も一緒なの。この子は私たちの30年前の子なの。私たちでしょ。なぜこの子を責めるの？この子を辞めさせるんだったら私も退団するわ。言っちゃうんですよ。看板女優さんがいなくなったらもうこの劇団終わりですから。そしたらみんなつって解散になるんですよね。これはもうこの薬師丸ひろ子さんを辞めさせるわけにいかなくなっちゃうわけですよ。そしてね、あの大きな役だった高木美帆さんを下ろしてですね、でどうやって下ろしたか、こういうシーンがあるんですよ。ねえ、高木美帆さんの役がですね、菊池香織さんっていう役なんですよ。舞台が終わった日に、終わった直後に楽屋やタートローカ、菊池さんつって、終わった直後ですよ本番が。はい、あなたさ、お母様ってもう手が痛いのよ。本当と芝居が分かってないの？すいません。それからさ、あのシーンであんた、わんわんわん、本当の涙流して泣くけど、あなたがいくら涙流したって、そんなの一番前のお客さんにしか見えないのよ。すいません。んでさ、あんたなんであんなに毎回涙が出るの？はい。飼っていた犬のことを思い出すと、自然に涙が出てくるんです。そんなの W の兵器と関係ないじゃない。すいません。とにかく私、この子が交代にならなきゃやらないわよ。もういつもね、何かこう言って立ち去るっていうね。ちょっと周りはね、もう看板女優さんですから、ってみんなあたふたするんですよ。それでこういうことがあって、これわざとですよ。こう三田佳子さんはですね、この高木美帆さんを下ろしてですね、その自分の身代わりになってくれた薬師丸ひろ子さんをこの大きな役にね添えてあげる。その代わりね、自分のね、身代わりになってくれた代わりに大きな役をあげるために、高木美帆さんはわざと、ほんとさ、なんで毎回涙が出るの？はい、飼っていた犬のことを思い出すといつも涙が出てくるんです。そんなこと、ダブルの兵器と関係ないじゃない。とにかく私、この子を下ろさせないとやらないわよって言ってるわけですから、これで薬師丸ひろ子さんとチェンジになるんですよ。次のシーンはですね、もう記者会見のシーンなんです。つまりですね、もういろんなスキャンダルありましたね、薬師丸ひろ子の上でですね、この大社長、ホテルの社長が亡くなったっていうこのスキャンダラスと、それからスキャンダルと、それからこの大きな舞台の配役が交代になった、この2つの出来事を記者会見でちゃんと発表するっていう、そういうシーンになるんですよね。だから入ってきます。でこの時ですね、演出家役の蜷川幸雄さんが実際に出てきます。そして薬師丸ひろ子さんも出てきます。そしてもう一人幹部のね、男の人が3人で記者会見場に出てくるんですね。だから梨本勝さんとかですね、当時のその福岡翼さんとか、本当のレポーター役の人もまだかな、どうなるんだろうねなんて、役者としてこう映ってるんですよね、本当のレポーター役として。そして「あ、来たぞ！」みたいな、その3人がこう入ってくるんですよ。あ、クシャ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 クシ
白いね、この布のかかったテーブルの前にですね、3人こう座るんですね。そうすると蜷川幸雄さん演じる演出家の方が、今日は皆さんお忙しいところどうもありがとうございます、この役柄、高木美穂さんの、ね、役に変わりまして、この、三田静香、薬師丸ひろ子さんです、ね、交代になりました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。カシャ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 。でそんなことよりもですね、この間のスキャンダルのことを聞きたいんですよ、レポーターの人。三田さん、三田さんって薬師丸さんのことですよ。三田さん、あなたはじゃあ東堂さんの愛人ということでよろしいですねって言うんですよ。もうストレートですね。40年前質問がすごいストレート、ドストレートガンってね来るんですよ。薬師丸さん覚悟してきてますから、愛人ってって言うんですよ。よー、月々お小遣いもらってたんでしょとか、チケット買ってもらってたんでしょとか、もうすごいんですよ。もうドストレートが嫌が放たれるんですよ、薬師丸さん。ヒュー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 。でも薬師丸さん心してきてますからね、本当は自分じゃないのにもう演じきろうと思って、愛人って違いますです。ちょっと、だけど月々東堂さんにいろいろ応援してもらってたんでしょ、そういうの愛人って言うんですよ、言うんですよ。皆さんが私のことを愛人とか目かけとかそんな風に思われるのは仕方がないと思います。仕方がない、一回受け入れちゃった、すごいですね、受け入れちゃった。でもでもです、でも私は東堂さんを愛していたんです、言うんですよ。そカチャ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 、フラッシュが高橋さん、私は東堂さんを愛していたんです、すごい言葉じゃないですか。もうスポーツこのね、新聞だったらもう私は東堂さんを愛していたんですっていうね、もう写真が載っちゃうぐらいの一言を言うんですよ。そうすると、って見たカチャカチャ、どういうことですか。確かに私はチケットを買っていただいたり、ご飯をごちそうになったり、花束を送っていただいたり、いろいろ東堂さんにはしていただきました、言うんですよ。そういうの愛人って言うんですよ。それ愛人バンクじゃないんですかと、ひどいこと言うんですよ。昔当時はね、愛人バンクっていうのもあったんですよ。それ愛人になりたい女の子が通る、そんな話はどうでもいいんですよ、まあ、そういうふうにもうストレートな言葉を言ってくるんですよ、傷つけようと思ってね。薬師丸さん、でも確かに奥様や娘さんには申し訳ないことをしたと思っています。いや、認めるんですね。でも私は本当に東堂さんを愛していました。でも許さないんですよ。いや、でもだったらご飯も割り勘にしてチケットも買ってもらわなくていいですって言って、そんな風にしたら恋愛だって認めてくれるんですか、反論してくるんですよ。レポーターもこの子意外と言うわねみたいになるんですよ。そして薬師丸さんがああって言うんですよ。なんだろうって思ったら、一度だけ私のお金でジュースとハンバーガー、あの人とても喜んで、カチャ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 、蜷川さんが、あーもういいでしょう、皆さんどうもありがとうございました、カチャカチャカチャってみんな追ってくるんですよね。え、そしたらもうこの芝居はですね、お客さん見たいですから、この薬師丸ひろ子さん演じるですね、これどういう風にこのスキャンダルを背負って演じるんだろうって、もう連日お客さんがもう満席に詰めかけるんですよ。もう話題ですからね。え、したらもう劇場もですね、もう皆さんも満席。次の日、そしたらですね、チャララ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 ラ、舞台幕が開くんですよ。で、三田佳子さん、看板女優さんですから、その劇中ね、舞台の役ではですね、実はその三田佳子さん演じる役がおじいさんを刺してしまったんですけど、ね、三田佳子さん刺してしまったので、薬師丸ひろ子さんは娘役です。その人がお母さんの代わりに私が刺したっていうことにするしないの話なんですよね。でももう逃れられない、もう警察から逃れられないとね、三田佳子さんが自分で刺して、まこちゃん、お母様が悪かったわ、ごめんなさいってこう死んでいく、死んでいくのがラストシーンなんですよ。そう、薬師丸さん演じるまこがですね、お母様、お母様死なないで、お母様、私が刺したってそういうことにしたじゃない、お母様どうして死んじゃうの、お母様、お母様どんちょがたじゃーらららって下がっていく。お客さん大拍手、お客さんもここは90度です、角度、みんな練習したんでしょうね。
ごい拍手、みんな大拍手の中、ね、幕が降りるんだ、どんちゃんが出演者の方一列並んで、ね、カーテンコールですよ。もう一回幕がさーっと開いた、皆さん三田佳子さんかっこいいですよ、こうやってお客さん90度ですよ。みんな練習したんでしょうね。すごい拍手ですよ。わーって大歓声の中、幕がもう一回降りるんですよ。だ今度三田佳子さんと薬師丸さんだけが2人でね、もうまたカーテンコール、また幕が開くんですよ。したいいって、まだよ、まだ芝居終わってないわよって、はいっつって、また幕がトンチョが上がるんですよ。だたった2人だけ舞台の上で、三田佳子さんって大女優の貫禄で、ありがとうございました。で薬師丸さんもう初めてですから、そんなダイブって、ウイウイしいんですよ、ウイウイしい。でまたトンチョがたーっ下がるんですよ。そうしたら次はもう一人なんですよ。もう一回幕開く、一人なんですよ。そしたら三田佳子さん、今日は譲ってあげる、しっかりやんなさいって行くんですよ。そしたら薬師丸さんがありがとうございますっつって、でもう一回幕上がりますから、そしたらこう上がってきたら、チャーラーラーっつって、薬師丸さんがこうやってね、ういういしく広げて、なんだだーっとまた団長90度ですよ、皆さん練習したんでしょうね。もう大成功ですよ。そういうスキャンダルがありながら、もう舞台は大成功、満席、大成功、大入り満席。そしたらですね、その終わってね、もう楽屋終わって出てくるじゃないですか。そのみんなレポーターがみんな待ってるんですよ、こう階段ね、車だかな、まだかで、薬師丸さんがね、着替え終えてこう出てくるんです。あ、来たぞ、あ、くしゃくしゃくしゃ、話題の人ですから、いろんな意味で、くしゃくしゃ、あ、どうでした、答えようとしたらですね、そこにですね、役を奪われた高木美穂さんが、先生かーって来るんですよ。もう鬼の形相して、片手にはディバ包丁持って、あんたーって、本当は東堂さんはあんたの上じゃなくて三田さんの上で死んだんだってねって言うんですよ。ね、三田さんってのは三田佳子さんのことですよ。ね、今分かりやすいように言ってるだけですけど、じゃあ、って、私は全部知ったのよ。それで私の役はあんたは奪ったんだってね、その身代わりになる代わりにあんたその役を手にしたんだってねって言うんですよ。レポーターみんな、それもってみんなそっち行っちゃいますよ、高木美穂さんの方に。したら高木美穂さん、殺してやる、いやもう殺すんかいって、ガーッて来るんですよ。そしたらですね、そこへ世良政則さんがですね、わーって二人の間に割って入って、わーって刺されるんですよ。でみんな、ピーポーピーポーみたいな、みんなわーって高木美穂さんの方に行っちゃうんですよね。さあ二人だけその階段のところに、世良政則さんの子刺されて、で薬師丸さんが、大丈夫大丈夫、俺あんたを守ったよって。じゃあ次のシーン何かっていうとね、もう何事もなかったように何ヶ月後かなんでしょうね、世良政則さんは実は不動産屋さんだったんですよね。で2人で住もうと思っていた、つまり薬師丸さんと2人で住もうと思っていた部屋をですね、もういよいよ他の人に、もう自分はダメだと、2人一緒にはなれないと諦めてですね、一般の人にこう貸し出そうとして、じゃあ鍵よろしくお願いします、カンカンカン、薬師丸さんがいるんですよね。あーっつってしたら、あ、正直見舞いに来てくれると思ってたよ、いや行かなかったんかいって思うじゃないですか。自分の身代わりにかって刺さってくれたのに、見舞いに行かなかったんかいって見ながら思うんです。ごめんなさい、行こうと思ってたけど、これさすが女優だなと思って、普通の感覚と違うんだなと思って、行かないんだって思うんですね。そうするとどう、落ち着いたって言うんですよね。もういろんなもうスキャンダルがあるじゃないですか、身代わりになってこういう役を取った、でも本当はこういうことだって、もう多分もみくちゃにされたんですよね、この2ヶ月間。まだ大変だけど、でも逃げないで頑張ると思うって言うんですよ。俺んとこ来ないかって言うんですよね、女優を辞めて俺と一緒にならないかって言うんですよ。で薬師丸さんが、そうしたいけど、でもここで自分をしっかり生きないと後で後悔すると思うから、じゃあつって行こうとするんですよ。そしたら世良さんが、おい、これは俺たちの千秋楽ってことか、今日が俺たちの千秋楽なのかって言うんですよ。千秋楽っていうのはね、お芝居の世界で言うと最終日ですよ。つまりこれが俺たちの永遠の別れなのかっていうね、芝居用語とかけて言うんですよ。そしたら次に薬師丸さんが振り返って、本当は泣きたいけどここは笑った方がいいってお芝居の神様がそう言ってるんですよ。
したら瀬良さんが、ね、これ80年代最後よくあった感じですよ。拍手して拍手ますか。それまでね、2人を俯瞰でカメラが撮ってました、そのやり取りを。そしたら薬師丸さんが振り返ってね、瀬良さんがこう拍手をして、こう90度のね拍手を彷彿させるんですよ。そしたら薬師丸さんがいきなりもうね、こう土正面にカメラがドンと、このカメラワークが変わって、薬師丸さんの真正面にカメラがドンと来て、まるで観客がもう何百人もいるかのようにね、こうスカートの裾を持ってね、最後泣き笑いでストップモーションになるんですよ。もう泣いてるのか笑ってるのか分かんない、もうこの絶妙なワンショットでストップモーションで終わるんですよ。そうするとチャラララ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 、もう行かないでってね、エンドスクリーンロール、名前がたーって出てくるんですよ。薬師丸ひろ子、瀬良雅信、これが最後のラストシーンだったんですよ。もうね、お芝居目指してるあの頃のね、若者、女の子にしたらですね、もうこの映画多分見てない人いないと思うんですよね。ガラスの仮面匹敵するぐらいの、もうこの映画大ヒットしましてね、実はこれね、いろいろこのキャスティングでね、いろいろ苦労があったそうなんですよね。でようやくこのキャスティング、三田佳子さん、そしていろんな方決まって、これがもうベストフィットしてですね、もうこの当時のですね、もう本当にナンバーワン、いろんな賞を取って、そして監督さんもいろんな賞を取って、薬師丸さんもいろんな賞を取ってね、代表作になるような、そういう映画でございました。私もですね、この頃ちょうど1987年というのは、まあ、23歳、ちょうど私も大学出て劇団の研究所出て、自分もこれから見た、ね、薬師丸さん演じるこの女優の卵、ね、同じようにですね、これからいろんなことをなんとかこうチャンス掴んで、一歩ずつこう本当の女優として、ね、花開いていきたいっていう、この思いと本当にクロスしてですね、実は私この時一人芝居をやっていたんですけども、これを自分の一人芝居の中で、この映画のワンシーン、あなた女使いませんでした、私はしてきたわ、ね、そういうシーンを一人芝居の中に入れて、自分の、ね、大女優になっていきたい、女優になっていきたいっていう心情とね、こうクロスさせて一人芝居を作りましたんでね、今回この昭和の映画っていうことで思い返した時にですね、ああ、ダブルユニ悲劇っていう風に、もう本当にバッと最初に出てきた映画なんですよね。ですから皆さん、もう同世代の方、あるいは若い方もですね、本当にこれ素敵な映画です。で、私今回ですね、もう一回これ見てみたんですよね。そしたらですね、当時は、私とかね、三田さんとか三田佳子さんのこうモノマネとかしてね、あ、これあできるな、劇中劇ってできるなっていう目線で見てたんですけど、今回もう一回見たらですね、やっぱこの年になると涙もろくなっちゃう、ちょっと泣いちゃいました。何がかっていうとね、やっぱりその薬師丸ひろ子さん演じるこの女優の卵研究生のですね、本当にけなげな思い、このなんかこうなりたい、絶対こうなりたいんだ、いろんなことね、犠牲にしてもこの夢を叶えたいんだって、その一途な思いにですね、もうこのシーンになりますとね、胸打たれましてね、ちょっとこうグッとね、涙ぐんじゃいました。それぐらいやっぱり見る年によってね、その映画の見方も変わるんですけども、本当に私は素敵な映画だと思いますので、ぜひこのお家にいる時間を利用してですね、機会があればぜひご覧いただけたらなって思います。さあ、今日はこんなお話でございました。よろしければチャンネル登録、そしてグーボタンをお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。